元都民ファーストの会の奥沢貴博都議も佐藤ことの応援に参戦。都民ファーストの会、あれだけ改革の熱意に溢れていた新人都議たちは一体どこに行ってしまったんでしょうか。チャッタラララン、チャランチャン、チャッチャラララン、チャランチャーン。はい、というこんばんは。参議院議員の音喜多駿です。今日の Vlog もスタートしていきたいと思います。6月の2、何日だっけ ?27 日かな、日曜日の夜、もうちょっと日付変わっちゃったんですけども、今日の Vlog 収録しております。今日も終電を北区で逃しましてですね、実家が、ここ事務所の近くにあるんですけども、夜中に突然実家帰ってもちょっと老いたご両親にご迷惑かけますんで、今日も赤羽にありますスーパーホテル、南口の方にあるスーパーホテルにお邪魔しております。いや、こんな感じの素敵な、よいしょ。こんな感じでね、素敵なお部屋で、なんか見えないね、こうベッドがあって、シンプルな作りですが、ここね、炭酸泉があって、大浴場にね、炭酸がシュワシュワーってやるね、お風呂があって、すっごい気持ちいいんですよ。これでちょっと体力を超回復させて、明日からまだ6日間残ってますんで、選挙戦駆け抜けていきたいと思います。で、喉ガラガラなんで、ちょっと短めになると思いますけども、昨日ですね、選挙で2日目の土曜日、佐藤こと、北区から日本維新の会で挑戦している佐藤ことの応援に奥沢貴博、現職の東京都議会議員が駆けつけてくれました。いや、素晴らしかった。で、奥沢さんはですね、元都民ファーストの会の都議会議員で、前回のいわゆる都民ファースト旋風で、町田市から出て当選したんですけども、2年ぐらい都民ファーストの会にいたのに離党をしまして、今無所属の東京都議会議員をやってるということなんですね。で、かなりですね、もう、今回奥沢都議がですね、いろいろ考えられてみたいなんですが、今回選挙には出馬しないということで、もう人物本位でいろんな人を応援して、政治の改革ができる仲間を応援したいんだと、いうことで、潔くですね、選挙は出ずに優退するということを決断されております。やっぱなかなかね、無所属で東京都議会議員選挙を勝ち抜くというのは難しいですし、そうしたご判断もあったのかなと思うんですけども、いずれにしてもこのやっぱりもう政治家としては一旦身を引くということで、すごくね、スッキリされてて、街頭演説も YouTube 上げたんですけども、すごくいい内容を喋られてるのか、すごい演説もレベルアップしたっていうかな、もうすごくほんとスッキリして、なんかランクが、議員としてのランクが一ランク上がったというか、政治家として皮が剥けたというかね、そんな感じで佐藤こと応援してくれました。で、奥沢時も当然ですね、都民ファーストの会、約2年間いて、やっぱ中がブラックボックスすぎると、おかしいだろうと、これじゃ都議会の改革できないと、いうことで離党されたわけですけども、そんな奥沢時とですね、今だから話せるエピソードということで、ちょっと昨日ブログにも書いたんですけども、そんなことをちょっと今日ご紹介したいなと思いまして、実はね、私、都民ファーストの会を離党したのは、衆議院選挙の直前の2017年の10月の5日、5日かな ?10 月の4日か5日だったと思うんですけども、実はね、その衆議院選挙のこの直前にぐさっとこう声線刺してすごいタイミングで刺したな、みたいなことを言われるんですが、実はね、本当にこれは嘘じゃなくて、その2週間前に私離党するつもりだったんです。都民ファーストの会。というのも、9月のですね、中旬頃に、荒木千春、今の都民ファーストの会代表ですね、もともと小池知事のずっと秘書をやっていた荒木千春さんという方で都議会議員に受かった1期生なんですが、突然ですよ、本当に突然、都民ファーストの会の代表になるっていうのが報道されたんですよ。で、その当時はですね、野田和田さんという特別秘書の方がやっていて、で、選挙の前に小池知事が代表になり、選挙が終わったらまた野田和田さんに戻り、で、突然荒木千春代表にまたバトンタッチと、完全な密室で決まってですね、所属の都議会議員50名いて、50名以上いて、誰も知らないところで、いきなり荒木千春さんという一期生の、奇数はね、奇数や年齢というのは別に、これまでの慣習だからいいですけども、全く理由もわからないまま、小池知事に一番近い女性が、突然都民ファーストの代表になるって、それはいくらなんでもおかしいでしょうと、他にももちろん、いろんな、背景は伏線はあるんですけども、それきっかけに荒木千春代表を選出する議員総会があるときに、これおかしいだろうと僕はもう机蹴って反対って言って、当然反対通らないですから、もう机蹴って出て行って、そのまま離党届出して消えようというふうに思ってたんですね。それって実は止めてくれたのが奥沢貴博都議会議員で、その前の晩確かに神楽坂のお店だったと思うんですけども、ほんと一晩中ですね、お酒飲んで、当時はコロナとかなかったですからね。もうほんとね、音喜多さん考え直しましょうよと。やっぱまだまだ改革一緒にやろうって言ったじゃないですかと。都民ファーストの会の都議たちも、今まだ新人たちよくわかってないけど、気づきますよと。ね、気づいてね、そして一緒に党内から変えていきましょうよ、変えられますよって、一緒に頑張りましょうって。で、もし、音喜多さん突き上げて出てくっていいんだったら、俺は力ずくでも止めますからねって言って、この奥沢さんと、もう一人いたんですけど、もう一人の名前はまだ言えないので、あれなんですが、止めてくれたわけですよ。それで私はね、結構、その彼の男気というか、そこにほだされたこともあって、そのタイミングは思いとどまって、反対とは言いましたけども、突き上げて出てくことはせずに、でもその上申書みたいな、
こういうところは組織が良くないと、これ変えてくれということの申し入れ書を出すというところでですね、まあ落としどころというか、そこで気持ちを収めて、その時は離党をしなかったというわけなんですね。ただそのブラックボックスやめてくれと、もうちゃんとお知らせしてくれという、まあその下の根も乾かぬうちですね、その2週間後に希望の党が突然小池知事立ち上がり、都民ファーストの都民ファーストの会は、この希望の党と姉妹政党だと、だから政策協定結びます、みたいな、結びました、みたいな、また事後報告で言われまして、まあ僕はもうこれは我慢ならんと、選挙という政権交代選挙で、応援する政党を勝手に決められたら困るし、ブラックボックス打ち破ると言っていた自分の有権者にですね、ブラックボックスの中で立ち上がった希望の党を応援してくださいなんてことは言えないわけですから、それは無理だということで離党したわけであります。まあそれが非常に衆議院選挙の大きな影響を与えるタイミングの離党だったわけですけども、もし奥沢都議がいなかったら、私は9月中旬に離党をして、希望の党の選挙も少しくらいはね、まあ一番風変わったのは排除発言ですけども、私の離党も30議席ぐらい減ったんじゃないかと、巷で言われておりますから、まあそのタイミングはね、実は結構大きく変わって、衆議院選挙もまた別の結果にもしかしたらなっていたかもしれないので、そういう意味では奥沢都議の影響というのは大きかったのかなと思います。まあいずれにしても本当に奥沢都議の応援ありがたかったですし、都民ファーストの会がいかにブラックボックスか、東京都議会があれだけ改革って言ったのに結局何もできてないじゃないかということが非常にコンパクトに演説で伝えていただきましたので、よかったらそちらの方も見ていただきたいと思います。明日から残り6日間ですか、平日に入ります。月火水木金土と6日間しっかりと戦って、帰宅は佐藤ことと、そして明日からですね、まず明日練馬区の若旅啓太さん、いろんなね明日からは各種の応援にできる限り平日回りたいと思っておりますので、日本維新の会、東京維新の会の公認候補に皆様の清き一票お託しいただきますようお願い申し上げまして、今日の Vlog としたいと思います。それではまた次回、さよなら。